はい、えー、こんにちは、LL の笹川です。えっ、ー、と、やっとね、この,あの、ウェブの撮影の仕方が分かってきましたね、あのやっとあの、えーこう、スムーズな画面が撮れるようになってきましたんで、えー、あ、それで、えっ、ー、と、この間のですね、えーと、ご紹介したドックテストのエリクサーの話の時に、 くぬ先生の話、本の話を、えー、ちょこっとしたかと思うんですよ。で、その本ね、あったはずなんだよなと思いながら書棚を探したらですね、えー、出てきました。これです、えー。これが、この先日ご紹介したやつですし、それからね、もう一つ、これも見つかりました。こんなのもあったんですね。でね、いつ、 いつ買ったのかなもう随分昔のような気がして。えっ、ー、とね、クヌース先生のプログラム論は1991年に初版となってますんで、えー、もう30年近く前ですね。それから、もう一つの方の方がね、このがね、白っぽいやつの文芸的プログラミングは1994年に初版発行となってますんで、まあやっぱり、 25年ぐらい前になるんでしょうかね。えー、25年前って言うとあ、まだうちの子供が生まれる前、あ結婚する前だな、子供がまだの生まれる前だから、結婚する前の頃に買い込んだみたいですね、えー。どれほど記憶に残ったのか怪しいんですよね。今読み返してみると、えーえー、っと、なんか。 結構難しそうなこと書いてあって、えー、ちゃんと当時理解したのかななんて思いますけれども、まあ、大大枠、この間お話したのは、えー、大嘘はついてないと思います。やっぱ Web って言うんですね、Web、Web、e、とか、タングルプロセッサーを使うんだって書いてありますね。なんかね、確か折り込みみたいなイメージじゃなかったかなと思いますけれども、それがね、覚えたのはね、この例題で、えっ、ー、と、こっちの、 こっちの,方の方で、えーとね、86ページに完全な例題ということで、ね、そのウェブを使った文芸的プログラミングの例が載っています。でこれが、ね、訳してくださったんですね。有沢誠先生がその、えー、とオリジナルウェブコードは、えー、と英語で書いてあるんですけども、それを、えー、日本語に訳して。 切れてるんじゃな,いのかなあのこ,こんな感じなんだそうでまあ,あこれはね素数の出力っていうのを例にしてウェブの実例ってことなんですけどねまあすごいなここまでこう証明をつけながら書くんだねなんて思いながらあそういえば当時ここは覚えてましたねええ。 まあ、要するにその当時も今も半分も理解してないような気もしますけども要はもうこう綿密なあの、えー、証明文書を与えることによって、えー、と非常に完成度のこう高いコードができていくということだと思いますまた確かに、ね、これはすら覚えてるんですけどクヌス先生は、ね、あのそういうその文書を書くモードに入るとなんかこう自分がこう証明モードに入るっておっしゃったような気がしますけどもね そうすると、あのうん、文書にしてこういちいちこう説明、証明をつけていくと、間違いが起きないんだよっていうふうなことを確かあおっしゃったような、えー、気がします。まあ、あすみません、えーとあの、本が見つかったもんですんで、えー、そのご紹介でした。